ゲリラ・ウバルはアドルフ・ヒトラーのイボ姉、アンゲラ・ヒトラーの娘で、ヒトラーの名にあたる。ゲリはニックネームで、本名はアンゲリカ、もしくはアンゲラとも表記される。1908年、ゲリはレオラ・ウバルとアンゲラ・ヒトラーの娘として、オーストリアのリンツで生まれた。兄のレオ、妹のフリードルの三人兄弟であった。8歳の時に、父親が死亡し、 母親の手で育てられることになった。その後、母親がヒトラーの身の回りを世話するようになったため、ゲリはおじと緊密な生活を送ることになる。1928年にはヒトラーが別荘ベルクホーフを入手すると、ゲリは母親、フリードルと共に住居するようになった。ゲリに関する証言は関係者の間で様々である。ルドルフ・ヘス・フジニルゼは取り立てて、 美人というのではないが、いわゆるウィーン風の魅力を備えていたと評したが、党の海外広報部長、エルンスト・ハンフシュテングルは、頭の空っぽなお天場娘、下女のようにそやで、頭も悪いし人柄も良くないと酷評した。一方で妻のエルナ・ハンフシュテングルは、感じの良い、とても真面目な子と感じており、ナチ党のお抱え写真家であったハインリヒ・ホフマンも、天真爛漫な立ち居振る舞いで、 すべての人の心を虜にする可愛い娘と好意的な評価をしている。一方で、ホフマンの娘ヘンリゲッテは、そやで、挑発的で、無抗議が強いとしているが、講師が対魅力を持った人物と評している。第二次世界大戦後、ゲリのいとこであるウィリアム・パトリック・ヒトラーは、オーバーザルツベルクで、初めて、彼女を見た印象を、若い娘というより、子供のようだった。 美しいわけではないが、人を引きつける自然な魅力があった。普段は帽子をかぶらないで外に出たり、プリーツスカートに白ブラウスというような普通の服を着ていた。おじであるヒトラーからもらった金の針十字以外は、宝石らしきものは身につけることもなかったと証言した。ゲリは、若い女性らしく行動的な性格であり、映画や、オペラやショッピングを好んだ。しかしおじのヒトラーが、 ナチ党のリーダーとして力を得るとともに、ヒトラーはゲリを束縛するようになる。友人とさえも自由に行動することを許さず、ヒトラー自身が信用できるものを常に彼女の傍らにつけさせた。また、ヒトラー自身が付き添うこともあり、ウィンドウショッピングをするゲリに待たされることもあった。そうした、ヒトラーの束縛とは反対に、ゲリは自由奔放に振る舞った。 1931年夏、当時運転手であったエミール・モーリスと親しい関係になり、密かに婚約した。これを知ったヒトラーは激怒して、不忠をなじり、モーリスは解雇された。ヒトラーはホフマンに対して、私は、名の下痢を愛している。だが彼女との結婚は望めないと語っているように、通常のおじ名の関係を超えた愛情を注いでいることは、 周囲の人物も一致して述べているが、具体的にどの程度の関係であったかは明らかになっていない。家政婦、ビンタン夫人はゲリがヒトラー夫人になることを望んでいたとしながらも、ゲリが惚れっぽい性格であった、ともしている。後にヒトラーは、秘書クリスタ・シュレーダーに、恋人のエーファ・ブラウンと結婚しないのかと聞かれて、次のように回答している。エーファは、好ましい女性だ。 しかし、私の生涯で本当に情熱をかき立てさせられたのは、ゲリだけだ。エーファーとの結婚は考えられない。生涯を結びつけることができる女性は、ただ一人、ゲリだけだった。この言葉を、シュレーダーはエーファーに告げたが、特に反応はなかったという。1931年9月には、オーストリア人の画家と交際するようになったが、ヒトラーは、姉アンゲラと協力し、 二人を別れさせた。九月半ば、ゲリがウィーンに行って間もなくすると、ヒトラーからミュンヘンにあるアパートに帰ってくるように命じられた。しかしゲリが帰ってくると、ヒトラーはニュルンベルクでの幹部会のためにすぐ出発することになっていた。それでは帰ってきても何にもならないとゲリは激怒した。九月十七日、ヒトラーとゲリは二人だけの昼食の席で激しい口論をした。 ゲリは明らかに興奮しており、ヒトラーがニュルンベルクに向かうために出発した後、私とおじさんとの間には共通点が何もないわと家政婦に告げた。この後、家政婦の一人、アンニ・ヴィンター夫人はゲリが髪を四つに破く姿を目撃した。ヴィンター夫人が後で髪を繋ぎ合わせてみると、それはエーファ・ブラウンからヒトラーへのラブレターであった。ゲリは、 邪魔をしないようにと言い残すと、部屋に閉じこもった。ビンタン夫人は帰宅し、もう一人の家政婦、ライヒエルト夫人とその娘が宿泊した。夜中、ライヒエルト夫人は何か鈍い物音を聞いたが、気にせずそのまま就寝した。翌9月18日の朝、起きてこない下痢を心配したライヒエルト夫人は、マックスアマンに呼んでもらった上万屋に鍵を外させて、中に入った。 そこで夫人が見たものは胸から血を流して倒れていた下痢と傍らに転がる拳銃であった。弾丸は心臓を貫通しており、すでに死亡していた。その頃ヒトラーはホフマンと共に自動車でニュルンベルクに向かっていたが、ホテルのメッセンジャーボーイがホテルに電話が入っていると連絡してきたため、ホテルに戻った。ホテルに電話をかけてきたのはアマンから連絡を受けたルドルフ・ヘスであり、 ゲリの異変を告げた。ヒトラーらは、猛スピードで、ミュンヘンに戻ったが、すでに遺体は警察によって運び出されていた。ゲリは遺書を残しておらず、またヒトラーが有名な政治家であったために、9月20日に、新聞がゲリの死を報じ出すと、様々な解釈が行われた。ミュンヒナー新報は、歌手としての自信を喪失したための自殺と推測した。 ドイツ社会民主党系の日韓市ミュンヒナワポスト氏は、ゲリとヒトラーが頻繁に口論しており、ゲリの遺体には複数の打撲庫があり、花が折られていたという長い記事を掲載している。ヒトラーの側近者たちは、夜中に物音を聞いて慌てて、胸を打ったか、拳銃の手入れ中に暴発した事故であると主張した。エーハ・ブラウンは後に、ヒトラーから聞いた話として、ゲリは胸を打ったのではなく、 布で包んだ銃を口に入れて発射したと記録している。また、ヒトラーのイボアに、アロイス・ヒトラーの妻であり、ウィリアム・パトリックの母親、ブリジット・ダウリングは、ゲリが、リンツのユダヤ人芸術家と交際して妊娠したので、自殺したと述べている。ただしこの妊娠説は、ヒトラーのまたいとこにあたるハンス・ヒトラーが否定している。また、当時のバイエルン州法相フランツ・ニュルトナーは、 ヒトラーの支持者であったために、彼が真相を隠蔽したのだという噂も流れた。しかし、ニュルンベルクに向かっていたヒトラー自身にはアリバイがあった上、殺害場所にヒトラーのアパートを選ぶのはあまりに不自然であるとして、トーランドや小島町は自殺と結論している。事件当日は土曜日であったため、新聞記事になるのはまだ先であったが、 すでにヒトラーがゲリを殺したなどの様々な噂が流れていた。テゲルン税にあるアドルフ・ミューラーの別荘に姿を隠した。ヒトラーは目に見えて憔悴しており、ハンス・フランクに恐るべき中小キャンペーンに葬り去られるかと思うと、もう新聞も読む気がしない。以後政治から足を洗って、公の場には顔を出さないようにしたい。と告げるほどであった。側近の運転手ユリウス・シュレックは、 自殺を防ぐためにヒトラーの拳銃を隠した。ヒトラーは食事も取らずに2日間も歩き回った。この間にフランクが新聞のキャンペーンを中止させるための措置を取った。9月20日、ゲリの埋葬がウィーンで行われた。ヒトラーはオーストリア政府に入国を禁止されていたために葬儀に参列できなかった。禁止者のほかエルンストレーム、ハインリヒヒムラー、 ミューラーらが立ち会った。しかしその日の深夜、ヒトラーは密かに自動車でオーストリアに潜入し、ゲリの墓に参った。その後、ヒトラーは再び政治について語り出し、1933年までに政権を取ると決意を示した。ヘルマン・ゲーリングら党幹部は、我が総統の胸はドイツで充満している。カズとの女の死の痕跡が占める余地はないと安堵したが、一両日後の朝、 朝食の席でヒトラーはハムを食べることを拒否した。いわば死体を食べるようなものだ。以降ヒトラーは、レバーダンプリングのほか、一切の肉を食べることを拒否した。若かりし、頃のヒトラーには、芸術家になる希望があり、正解に入った後も思い出したように絵を描くことがあった。戦火を逃れた彼のヌードスケッチのうちの少なくとも、一つはゲリをモデルとしたものである。ありがとうございます。